どうも、ケントゥです。めちゃくちゃ暑いっすね。もう夏真っ只中という感じですけど、ちょっとね、 TikTok で見た冷やしナスそばのお店が美味しそうすぎたんで、今日はそれをちょっと作ってみることにしました。僕が見たやつはね、大根おろしがたっぷり乗ってたんですけど、なんかね、冷蔵のコーナーにも薬味のコーナーにも売ってなくて、諦めまして無印でこれ買いました。めっちゃ美味しいんですよね。ということで、日差しを頑張って避けながらお家に帰って、まあダラダラと作っていこうかなと思います。ということで、改めてメンバー紹介。まずはナス。まあ3個入りがだいたい多いっすよね。と10割そばで、刻みネギと、これお勤め品コーナーにね、岩下の新生姜のちぎり店が売ってたんで、まあこのままだとね、ロスになっちゃうような量たくさん売ってたんで、一つ助けてきました。でね、今回ナスは揚げと焼き2種類やっちゃおうかなと思います。まあ純粋に選べなかったっていう、どっちも食べたかったっていう。まあ動画で見たやつは多分焼きナスだったのかな。しかも冷やしてたんですけど、まあ今回はそんな時間もあんまかけたくないんで、さっとやっちゃおうかなと思います。でね、この前なんだっけな、何かで見たんですけど、ナスってこうアク抜きしなきゃいけないみたいな説あるじゃないですか。でももう最近のナスはね、品種がもうだいぶ良くなってきてるから、アクとかもそんなないから、抜かなくていいらしいっすね。まあできることなら楽をしていきたいんでね、はい、今回はアク抜きなしでいこうかなと思います。ということで、早速切っていきますけれども、今回焼く方はこう半分に切るだけで、こんな感じでズバッといくんですけど、あ、これは揚げの方か、よくは覚えてないですけれども、こういう揚げの方ですね。でかいやつは火通りにくそうだなと思ったんで、細かく切って揚げにしていきます。で、普通の方は焼きにしていきますけれども、この音嫌いな人もいるのかな、このキュッキュッってなるんですけど、ちょっと心地いいんで聞きましょう。いい音でしたね。ということで、揚げの方はまあ竜田揚げみたいな感じで、ちょっと下味をつけて衣つけて揚げようかなということで、はい、ボウルに入れておきますけれども、で先にね、焼きナスの方はチンしてから焼こうかなと思います。やっぱ表面をね、強火でこうパリッとまではいかないけど焼きたいんで、そうなってくると中に火が通ってないってなるのを防ぐために、まずはチンして、もう多分これでもね、結構トロッと美味しそうに仕上がると思います。でそのうちに調味液作っていきましょう。で調味液を揉み込んで軽くつけておくといいかなと思います。その間にチンの方のナスできてますので、取り出していきましょう。これ熱いんでね、気をつけてください。これ600ワットで2分半やりましたね。ちょっと投げないでください。ということで、調味液軽く染み込んだかなってとこで、片栗粉、これ結構がっつりいっていいと思います。大さじ5ぐらいの気持ちでしたね。測ってないんでわかんないですけど。でもうこの白いとこがなくなるぐらいまで、こう全体にこうまとわりつかせるみたいな、タレ自体をね、そういうイメージで混ぜ込みまして、調味料もいらないですから片付けて、ナス切っていきましょう。こっちは焼きナスにするんですけど、もうただ半分にバスッと切って終わりです。でね、不思議だったのが、これ2個一気にチンしたらね、よく見ないと分かんないですけど、これ1個は綺麗な紫色になってるんですけど、もう1個は全然色変わってないっていう、なんでなんでしょうか。暑いんでね、本当に暑かったです。ちょっと危なって思いながら切ってました。すいません。
でね、ナスって体を冷やす効果があるみたいな言われてるんで、まあ夏の食べ物かと思いきや、なんか秋ナスは嫁に食わすなみたいな話もあって、ちょっと夏もあ私の季節ですよって顔してんのに、なんか秋になってもまだ、あ、いや本当は秋ですからね私の本番は、みたいなのがずるいですよね、ナスって。ということで軽く塩をして焼いていきます。変な話してすいません。ほいで焼くときなんですけど、なんか何かにつけて皮目から焼くみたいなことあると思うんですけど、ナスは普通にこの表の面から焼きましたね。でこう曲がってきちゃったりするんですよね、焼いてる途中で。それが嫌なので、こうやって僕はもうがっつり潰しながら焼いていきました。あの江ノ島のタコせんべいみたいなね、江ノ島じゃなくてもいいか、タコせんべい伝わらないか。まあ何でもいいんですけど、潰しながらやると表面に結構均一にね焼き色がつくかなと思いますね。こんな感じで綺麗ですね。これは素晴らしい、いい出来なんじゃないでしょうか。でね、この火が多分入りすぎてたんでしょうね、色が綺麗に変わった方は。ちょっと柔らかくなってましたね。うわ、なんかフレンチトーストみたいじゃない。あーと、なんかほらこれ何、これ何これ何なんか最後ブルって膨らんじゃったんですけど、わあもういいですね。こんな感じで焼きナスはあっという間に完成です。焼きナスだけ作るんだったら5分もあればできちゃうんじゃないかなと思いますけど、これ本当はねそのまま食べるんだったらめんつゆとかかけた方がいいんですけど、今回はそばに入れるんでこのままほっときます。ほいじゃあ揚げナスを揚げ焼きしていきましょう。でその間ね結構時間かかるんで、そばを茹でるお湯も作っとこうかなということで、もう夏場はねもうこんな揚げ物とかしたらあんま関係ないかもしれないですけど、なるべく火使う時間を短くするためにケトルで沸かしたのをこう鍋にやったりしてますね。でこう揚げ物をやるときね、僕絶対揚げ焼きしかやらないんですよ。こう鍋にこうタプタプのサラダ油を張ってこう思いっきり揚げ物をやるってことをやんないんですけど、そのまあ普通にサラダ油があんま体に良くないっていう説を信じてるっていうのと、あともったいなくねっていう、使い切れなくねっていうのがあって、なかなかねそこに踏み切ることがいつもできないんですよね。と言ってる間にもうさらっと揚がってしまいましたので、揚げナス完成で、そば茹でて終わりです。でちょっとあの食べられませんが入っちゃいましたけれども、気をつけてください。ほいで岩下の新生姜店、こういうやつってなんて呼びます？もうかまぼこって長崎出身だからですかね、呼んでて、なんかね天ぷらって呼ぶ人もいるらしいですね。ということで麺が茹で上がりましたので、規定の時間によると茹で上がった後2分火を止めて待つといいって書いてたんで待ってたんですけど、なんかこれ合ってるんですかねこれ。10割そばって僕何回か今までこう家で茹でたことあるんですけど、毎回こんねなんかちぎれるんですよね。これ合ってんすかね。10割そばに詳しい人いたらちょっとよかったら教えてください。でそばはやっぱちゃんと氷水でしっかり締めないと結構ぐにょぐにょになっちゃうんで、それは結構ねしっかりめにちゃんとシビアにやっていった方がいいですね。こうやって氷水入れた後にこうしっかり揉んでいくと、あるところでいきなりねこうコシが出てこう固くなるんですよ麺が。なんでそこを見極めて水をしっかり上げていきます。ということで最後まあお出汁はもうざっと麺つゆを1対1で水で割って完成ですね。ここまでこだわっちゃうともう30分40分かかっちゃいますから、もうここはサッとで。なんかねこの麺つゆ鹿児島のものなんですかね、多分おじさんが送ってくれたのを実家から送られてきたんですけれども、これ美味しいですね。ありがとうございます。ということで完成。
ということで、急いで屋上飯の支度をしていきたいと思います。まあ暑いですけど、とはいえギリギリ耐えられるぐらいだったんで、皆さんも真似する際は気をつけてください。まあそんな屋上はないか。あっちゅこうやな。まあ染みちゃうんで揚げからいってみようかな。うわうまい。これね、揚げナスめちゃくちゃ良かったっすね。この漬けておきましたから、外はしっかりサクッとカリッとなりつつ、中からこう噛んだ後にナスのトロッと感と一緒に出汁のジュワッと出てくる感じが、こりゃたまらんですね。そばじゃなくとも何にでも合うと思います。ご飯、うどん、そうめん、これちょっともうまた食べたいな。でね、飯うまい時ってお茶が進むんすよね。これなんででしょうね。ほいで、岩下の新生姜天、これも抜群でしたね。なんか夏って飯うまくなりますよね。ということで、ポケットから隠し持ってた一味をかけていこうと思います。最初もちょっとかけてたんですけど、全然物足りないですね。やっぱ夏は辛いものと酸っぱいものとか、こういう刺激をね強く求めてしまいがちですから、こうやってボコボコかけちゃいますね。あとポケットからもう一個温泉卵も準備しておきました。これね、自家製なんですけど、こんな感じで綺麗にできるんですよ。結構ちょっと今回は割愛しますけれども、作り方ショート動画に上がってたかな。はい、ちょっとショートの欄を見たら多分60秒以内に作り方わかりますので、ぜひ見てみてください。これがまたね、焼きナスと合いますね。焼きナスの方はこうほんとトロトロに特化してるんで、またこれでね食感のコントラストができてて、めちゃくちゃうまかったですね。いや、熱い。爆発熱い。取れてるよな。オッケーオッケーオッケー。